我々にもよくわからないが、これで開運するんだ。そうだ、運があれば勝てる。そうだよ、これちょっと、そうかも。何が開運につながってるか皆さん分かってないと思うんですけど、私もあんまり分かってない、はい、から誰一人よく分かってない、今日までになるべく縁起のいいゲームを見つけてこようってなったんですけど、縁起のいいオンラインゲームってないんですよ本当にそう、ないんですよ、なかなか。そう、ほら上の壺に入れよ、これそんなことできるの？それ意味ないです。意味ないっていうのかよ。なる、本当にないです。俺の行いがない。え、かがみさんがこの世のね、なんか全てのことに意味がないって言ってましたよ、さっき。だから頑張る意味何もないって言ってた。言ってない本当に言ってない。頑張ってる人みんなも意味だって言ってた。言ってない別の出方した。本当に言ってないとこうなるんだ。そんなこと言ってたら絶対ダメだろ、決勝の解説とかしちゃう。絶対しちゃいけないだろ。なんだ、意味ねえんだ。待って一応頑張ったのって今日は激励会だった。そう、頑張ったのにな。ジェチ落ち込み会になっちゃうから。いや、本当にお疲れ様でしたよ。いや、本当に疲れただよ。まずね、まずねぎらうところ、まず、そう、まずねぎらいたい、ねぎらいたいし、あと謝りたい。私は何を、何ですか、謝りたい。あの引っ張り7で三振すると思わなかった。マジでラストね、びっくりした。あれね、あれびっくりした。リアルタイムで見てて、いやー、全ての手を尽くした攻撃の最後のチャンスくらいのターンだったけど、代打私になったの、本当にあれ。いやー、私が本物が出ていくとこで言ったった、びっくりした。いや、でも打たないときは打たないですからね、言って。まあね、しょうがないね、野球なんて打つ方がすごいから。まあそうなんですよ、3割あればすごいんだから、そう、ない、ちょっと待ってくれ、おい、ここ、いや、ちょっとまず1点しか入れてないな。打者のパワー、調子、打者の調子、超アップ、打者の調子、超アップを使います。ものすごく励ます。ギャラクシーシャークス、行ってこいぜ、監督のメッセージ頼むぞ。転がせ4、熱血パワーでしょ、まあ、パワーは、まあでもパワーあってもまあいいか。いや、これ出し惜しみはもうダメだ、もうここは魔物も使ったし、いやー、うわー、もう弾道上げたしね、打ってほしいこれな。チャイク、自分打てます。よくないですか、チャイク、ここで自分が打って3点入れたらよくないですか。いいなー、それいいじゃないの、これね、いいよそれ。もうでもここで使わなかったらいつ使うんだよ。まあこれで十分というのもあるけど、でもさっきは十分だったが普通に3ストライク当たり前だ、そういうものだ野球ってのは、絶対に打てることなんてない、3割打てばいい方だ、普通にアウトになるのが普通だから野球ってね、勘違いしがちだが、持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。ぶっ壊せ鏡、引っ張り、でもちょっとね、まあ前に飛ばしてほしいから。第9投げました、ストレート決まった、ストライク見送るな。第2球投げました、おい、嘘だろ、投球は3球投げました、ザコはあ、7回の裏が終わりまして4対3です。うわー、気分かんねえだろ、なんでだよ、鏡が三振、ありえない、おい、今日敵のトーナメントの敵チーム弱いかな、いっぱい勝てると思ってこんな早い時間に始めたのに、守るとお祭り男使って、伝令使って、熱血使って、
筋ならんの鏡がそ、送信クソ、カス、ゴミ信じられない、ありえない、勘弁してくれよ。マジですげえ面白いこのゲーム。